対戦カードがございましたら、コメント欄にお書きください。UFC 勝ち込み、格闘技、ゲームチャンネル。反逆のカリスマ、メセト。キックボクシングの戦績は65戦56勝25 KO 6敗3分け、日本人初の K1 ワールドマックス世界王者でございます。強烈なローキックが武器のマサト選手、吉野リングにリングイン。武蔵選手と YouTube チャンネルムサマサに出演しております。土壌の伝説エセクレン・ミクール。総合格闘技の戦績は17戦14勝2敗1無効試合。 YouTube のメインチャンネルの登録者数は175万人、サブチャンネルフワットミクルチャンネルの登録者数も 35.7 万人でございます。朝倉ミクル選手、吉野リングにリングイン。元 The Outsider 2階級制覇王者でございます。ゲームの使用上の都合でこの部分の数字現地差異がある場合がございます。ご了承くださいませ。反逆のカリスマエマセト。路上の伝説エセキレン・ミクリ。はい、今回キックボクシングルールで戦わせていただきたいと思います。さあ、セクラマクルーサイセツマザズレッツ勝ち込み、対談スパーリング、その後はリングと、まあこういったね流れというのが通常でしょうということでやっていきます。私はマザズ選手を使っていきます。今回キックボクシングルールということで、マザズ選手が、まあ、ルール上では有利な戦いとなるかなと。まあ、どういった攻め方してくるんでしょうかと、まあ、独特ね、総合格闘技選手独特の打撃、どのように対応していくかと。マザト選手といえば、まあ、川尻選手にも勝っておりますしね、まあ、そこのあたりにもうまく対応していくんじゃないかと、うん、あとこのローキックはね、やはりマザト選手の代名詞ですよね。パンチもね、ボクシングもテクニックありますから。このマザト選手、今回はねこの往年のマサト選手といいますか、年取った時のマサト選手をイメージして作らせていただいております。若い時のマサト選手をイメージした戦いに関してはね、このチャンネルのちょっと下の方かな、小平連絡選手と戦ってるのもありますので、そちらもチェックの方でよろしく。さあ、ミクロ選手ね、カウンター狙ってくるんでしょうかというところですので、まあ、ここをうまくかいくぐってマサト選手のローキック守ってるんで、ミクロ選手がまさかのサウスポーからオーソドックスに変えてくるというね、まあ、ただあんまりカットまでできてないなっていう印象ありますね。ローキックにこうパンチを合わせてきようなっていうのが見えるんで、ここはもうパンチでいく。相手の動きをしっかり見ていけ、やっていかんといかんね。相手がこう来たらこう行くと、やっぱそれがあるからこそ単調になれないというのがいいですよね。はい、ミドルキック、ナイス。さあ、まず選手がプレッシャーかけてるな。おっと、まさかの右ハイキックね。今のところまさと選手がうまく試合運んでるっていう印象。おっと、ハイキック飛んできましたね。キックボクシングルールやったらマサト選手有利かなと思うんですけどね。おっと、うん、おっと、ミクロ選手やはり強力なパンチを持っておりますから、マサト選手もね受けて言ってましたからね。あ、このパンチ倒れるわ言ってましたね。スパーでやってた時も言ってましたから。 OK、 あー、ナイスミドル。おっ、いや、ミクロ選手やっぱカウンターうまいね。やっぱこのカウンター、かなりマサト選手捉えてる印象ありますね。オーソドックスに構えての左入り。かなり絵面です。
朝倉未来バスマサト第2ラウンドで勝ち込み、5分3ラウンドのキックボクシングロールで行われております。マサト選手の気持ち、ちょっとヒゲはね、この口角のところまでほんま実際はないんですけどね、ちょっとこれしかなかったんで申し訳ない。もうちょっとそこがあったらもうちょっとそこにできたらなと思うんですけど、はい、マサト選手の右ハイキック、ジャブからの反応できてないね。顔がもうそっちにダージに吸い込まれるように顔が近づいてましたね。これこのジャブの後このハイキックがほら顔が自らもう迎えに行ってしまった、見えてなかったんですね。はい、マサト選手の受け勝ち。That is one they'll be talking about for some time. Now we go inside the octagon. Bruce Buffer with the official decision. そうね、右左目か、左目の下手を切ってますね、ミクロ選手。ちょっと柄の悪いマサト選手ね。はい、がマサト選手の受け勝ち。ちょっと柄悪いなと。海とかに降りそうな感じのマサト選手ですね。さあ対談スパー優勝と、まあこれはね今後の流れになるんじゃないでしょうかとに予測されますが、いかにこんなおっちゃんは怖いわ。第1ラウンドはミクロ選手が取ってたしね、まあ、確か有効打を見る限りでミクロ選手取ってたかなという印象ありましたが、まあ、最終はねマサト選手の右ハイキック一発でね逆転剣勝ちという結果に終わりました。それでは UFC 勝ち込み格闘技ゲームチャンネル YouTube のチャンネル登録高評価バッドボタンコメント何でも募集しております。見たい対戦カードございましたらペンがいただきましたら、まあ、答えられる範囲になります。ちょっと最近ちょっと込み合ってるんですけどね、答えられる範囲になりますけどもしっかりと答えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 TikTok、Twitter、Instagram やっております。TikTok の方はねまとめた動画たくさん上げてますのでよろしくお願いします。サブチャンネルもね最近作ってるんで、まあサブチャンネル検索出てくるかなと思うんでそちらもチェックのほどよろしく。それでは UFC 勝ち込み格闘技ゲームチャンネル、セグラミクルバーツマサトメンマクサト選手の右ハイキック一発 KO 勝ちエンドバイ。チャンネル登録オスタップ満月暴走ボブサップ。